これから髪切りが始まります。これから髪切りが始まります。いやー、ダイオネス・アスカが、矢川横田が抗議、監督ですからね。いやー、ついに始まった、ついに始まりました。いやー、ホテトレスもやっております。めちゃめちゃだ。長与千草の髪が切られます。長与千草の額が切られ、今髪が切られました。まあ、あの決まりとはいえ、勝者が敗者に対するこれが決まりの儀式とはいえ、ちょっと長与千草にとっては残酷すぎます。長与のファンにとっては、クラッシュのファンにとってはあまりにも残酷すぎます。今ダンプ松本の手から長与千草を奪い返しましたのはジャガー横田とライオネス飛鳥。いやー、そしてそれに覆いかぶさるように出しまして、デビル雅美であります。若い選手たちが泣いてますよ。ね、まあ、僕は一緒、もう一つ印象的なのはね、ジャガー横田も泣いてますよね。はい、そうなんですね。僕は2年前の5月にですね、はい、自らギャラクティカでですね、コメント髪の毛をかけて、はい、そして敗れて自らも髪の毛を切った経験があるわけですよね。そうでした。長与の気持ちを今一番分かってるでしょうね。さあ、極悪同盟が今控え室に引き上げようとしております。引き上げていきます。その背中に向かってファンの女性が飛んでおります。大阪城ホール。さあ、長与千草が今やっと起き上がりました。しかし頭をね、タオルをかけて隠してますよね。隠しているのがライノネス飛鳥、デビル雅美、そしてジャガー横田であります。今日はあの公平に見ようとしてたんですけども、どうしてもやはり長与千草側に立とうと立ってやりたい。氏はドラマより出ていなくてほっとした。唐田エリカさんは自分の人生を重ねて演技していて、ほんと体当たりだった。今、ネトフリ版ドラマが徐々に新しいエンタメを切り開いている。若い選手たちが泣いてますよ。